はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。超巨大ボスバトル暗黒神ラプソンレベル13です。1回討伐でいけるか、2回か、はたまた3回か。どうでしたっけ、場所が。という感じかな。はい、行きましょう。スキルは少し上げております。あと錬金も少しやりました。あと行動パターンがね、まだちょっとあやふやなんで、これゼツギじゃなくてグラクロの方がいいのかな。トントン。いや、メルドラ爺さんちょっと狙わないです。ナイス。まだ 78% か。おぞましい。混乱入らないでね。いやー、ミルドラスやばいな。だ、そろそろ回復も入れた方がいいのかもしれないね。55。あー、叩きつけてこの、あー、ナイス。回復はナイス。今度はトマホーが危ないね。で、次があれ来るね。なんでグラクロ。ダークオール、ダークオール来ますね。もう叩きつけも両端避けられるんだから、そこは意識した方がいいですよね。
あ、もう一個下がってるのかったかな。しもべ。おお、結構強いね。どうしようかな。これはこっち狙う。ベスキングでいけるか。行ってみましょうか、ベスキングでね。あ、でもベスキング当たんないんだね、これ。あ、当たる、当たる、オッケー。落とせる。あー、トマホーが。ここに出て、グラクロ、あー、ここでだったか。ない。神々の怒り。残り 18% なんで、これは明らかにもうあれですね、2回じゃないと倒せない。
おお、ちょっと多くない？はい、というわけで暗黒神ラプソンですね、レベル13は私のパーティーでは2回討伐となってしまいました。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。